行きます。はい、私の秘密は中学の頃想像上の彼氏と交換日記をつけてたことです。3点。どうして？一つ、それぐらい知ってる。二つ、どうでもいい。三つ、お前嘘ついてるだろう。私嘘なんか。そうか、今も交換日記つけてるじゃねえか。しかもテル先輩へ。今日の全校集会、壇上で生徒会長としてお話しする先輩、素敵でした。でもでも、あんまりネナの方ばっかり見ちゃダメ。私たちの関係は他の人には秘密なんだから。集会があったこと以外は全部妄想だ。やべえ。あ、先輩兄ちゃんと交換日記なんてしてたんすね。いやあ、先輩、くそ、よくも先輩を。とどめ刺したの少年だけどね。次は俺の番だ。はいはい、どうぞ。俺は節分の鬼の面がものすっげー怖い。次の人どうぞ。なんでだよ。一番恥ずかしい秘密だったのに。くそ、花子、お前もなんか言えよ。俺？花子くんの秘密？土ごもり、俺の秘密知りたい？いや、知りたくないね、これ以上は。だってそういうことだから俺はパース。花子くんだけずるい。あ、ずりーぞ花子。二人ともそんなに俺のこと知りたいの？知りたい。じゃあ、一つだけだよ。が好き。え？ドーナツが好き。恥ずかしい。ドーナツ、ドーナツだって。どうだ、ドーナツ。お前らバカか。